これファントムと閉じ込められてるんですけど。すごいよ、温度差今。温度差すごいぞ。温度差すごいよ。何回こんにちは、こんばんは。赤髪クラスターよっすよっす。今回はソーラさんにファントムを2匹同時に倒す実績を解除してもらうっていうことをやるんですけれども、撮影の終了時にこれを撮ってるので、最初は俺と鳥ちゃんとソーラさんしかいません。だんだん人が増えていきますというのを水曜どうでしょうみたいな断りを入れて、みんなで解除していきましょう。はい、はい、やっていきます。はい、3匹出ようよ。隠し実績で3匹があるって言ってたから。トモさん、そういえばなんかコメントでこんなの来てましたよね。何？はいはいはい。え？これにファントム入れちゃうっていう。それは簡単じゃない？そう。そんな方法でクリアして楽しいんか。楽しいな。ほら。入りますかね、でも。あ、でもそういうことか。あ、じゃあ、俺あれだと思った。船にファントム乗せる実績じゃなくて、船にファントム乗せれば貫通が楽ってことね。そうですそうです。ちょうど2匹乗るんですよね。そういや、低いところにいた方のが来るのか。ああ、そっかそっか。もう入った。失礼します。どうぞ。入った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 な。入った入った。面白。これだったら特殊能力なくても私でもできるってこと。あ、いけるいけるいける。隠し実績狙おうぜ俺は特殊能力ないですよ。いや、ほら、エイム力が優れてるから。エイム力が特殊能力なんですか。なんだっけ、ほら、私が実績解除したとかってクミさんが盛り上がるかもしれない。あ、いいかもしれない。それは非常に。俺スクショして、スクショしよう。送って、そうそう、うん、ほら、ソーラでもできたとか。そうね、あ、乗っちゃうかな。乗れ乗れ、乗らない。もう、ほんと船の真後ろ、船で攻撃もガードするイメージなの。俺船の真下に入るわ。もうそれでいいんじゃないですか。あ、入った入った入った。トモさん、嘘、どこ。あ、こっちに。あ、そっちに。あ、かわいい。素直に入ったわ。乗らんね。乗らない。あ、乗った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 。よしよしよし、準備完了。こんないい方法があんの。あ、まあ、あんまり面白みはないけどね。まあまあまあ、飛んでるのを打った方がかっこいいけどね。ね、まあそれは実際にやらせていただいたし。まあまあまあ、それはね。これをどうやって3匹並べる。まずあれじゃね、鳥ちゃんの剣で1回ずつ切る。一直線上に。これどうやったら一直線上に行くんだ。直線、これオートのこの縁に当たり判定があるかどうか。そう、あるかないかの実験をするか、まず。うん、一旦見てみる。まずこの、うん、こっちのボートに打った方がいいんじゃない。そう、ここに入ってこっちに向かって打ってみれば、うん、あ、そうなるんだ。右クリックすると、あれ、チャージしちゃってるからな。なるほどね。あ、そうか、乗るか。何してんだよ。そうそう、じゃあここここ後ろ、ちょっと離れてからですかね、うん。地面だね。え？アイテム化せるのか。っていうことはじゃあ気にしなくていい？どうなんすかね、これ。貫通、まあでも後ろのチェストに刺さってるのであれば。そうだよね。貫通判定かもしれないですね。シューマ貫通したよね。貫通した。やばい、夜が明けちまう。ちょっと待って、守らないと。やばいやばいやばい。燃えてない。34、5、6、7、8、9、落ち着いて。8、8入った。残り体力読めない。わかんない。鉄の剣かな、これ。俺の剣できる、一回。うん。うん。せーの、えい。うわー、ダメなんだ。待って、これこのまま捕まえればある意味ワンチャンあるかも。あ、なるほど。ブロック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 。ダメか、一匹逃がしたな。ダメか、剣だとあれになっちゃうんだ。だから痛めつけたやつを捕まえなきゃダメなんだ。サンブロックの方が安全かもですね。俺の方が安全だね。あ、そこ、ここも打てるそうですけどね。ここ打てそうだけど。あー、やばー、出てくるのかい。あー、ハンブロック出てきた。ハンブロック出てくる。マジ
高さ 0.5 とかなのかな、こいつ。じゃあなんだこいつ、半ブロック出てくるモブなんていんのかよ。いたね、ここに。いました、いました、ナイス。そっち来た、こいつは切った、こいつ来た、赤い、あっち来た、来た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 、ナイスナイスナイス、よしよし、調整完了。ここ平らにするか。船船船船、あ、一匹入ったかな、うん、一匹入って、ナイスナイス、入った入った入った、ナイスナイスナイス、入った入った入った、これ調整済みね、調整済みです、うん、ボート、オッケー、ボート、はい、ボート、どっちこい、これ調整済み、あ、あ、無調整、あ、調整してください。投入みたいに調整投入調整済み投入、ナイス、オッケー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 、調整済み投入、これで完璧だ、来るよ、入った入った、オッケー、お、よしよし、で、並べるだけ、あとは一応超狭の空間作っとくわ。こうか。いい？いいよ、失敗してもそこのガラスの蓋閉めちゃうわ、俺。あ、ちょっと待って、ソラさん。はい。いいこと考えた。よし、これでいこう。いいよ、ソラさん。夜が明けないうちに。そうだね、はい、夜が明けないうちに。じゃあ、今からソラさんの、ファントム3体貫通の隠し実績を狙います。いつでもいいです、どうぞ。ドーン、あれ、死なない、死なないだと、調整が足りんかった。あ、じゃあソラさんもう一回打てば、一応2は実績解除するんじゃない、難しそう、よっ、あー、やっちゃった、てってれー、悔しい、これはむずい。じゃああれか、この装置の中に持ってきて飛ばした状態でパシューンって打てばいいのかな。これでいくか、うん、このシステムでいくか。くっそ、やっぱり隠し実績は遠いな、正解導き出すまでが。狙うのはそのここだね。かつこの下に半ブロック入れようかなと思っている、うん、普通の木の扉作ろうか。よし、こうね、開けましたよ。でこうやって入ればいいよ。これで3体ここにこうやって入れて、うん、で壊して壊して中飛ばして、でこっからガチャガチャって上げて撃つ。ソラさん撃ってみて、この隙間はファントム出ねえだろう。なんか通る、いや、オッケーオッケーオッケー、この隙間は出ないっしょ。出ないね、きっと、うん、よし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 、ないでほしい。確かに希望的観測のもと成り立っております。で、中の船をどうやって安全に壊すかだな、次考えるのは。下から行く、下から、怖いな、確かにそれは。また下もあれだね、隙間が、うん、そうだね、そこまで座っていた方がいいね。くっそ、本題に入る前に今日めちゃくちゃ楽しくなってきちゃったじゃないか。大バカになってくるな。めちゃめちゃ大バカになってくる。楽しいね、工夫するのは。何日も失敗してるから、いよいよ今夜成功させたい。これ一応光が当たらないように上にからね、うん、はい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 。それは遮光でいいんじゃない、遮光ガラスで 1.18 に追加されたやつ。ちょっと遊んでった方のが。ピコって誰、バーセンさん、バーセンさん、早くバーステンさんにも取らせてやろうぜこれ、うん、バーステンさんこそ寝てないからいっぱい出るわ、1階にファントム。これいい人が来てくれた、うちに待ってたそういう人材。こんばん、ステンさん、こんばんは、バーステンさん、こんばんは、遮光ガラスはめていいですか、本当に。あ、遮光ガラス作ったらいいよ。おー、これが遮光ガラス、あのみんなで頑張って取ったファントムの実績。あれ、視聴者さんからのコメントで、ファントムを船で固定すればそんな一生懸命やんなくていいですよっていう、はい、それ調べたら確かにネットにも出てました。ちょうどそれ今日今言おうかなと思ったら、あ、そうなんだ。今それを誰がやっても確実にできるようなシステムを作っている。おお、すごい。だけど3日間失敗している。これでファントムは中通らないけど、下から船を壊すことができるな、この床で。ナイス、もう一回、オッケー、オッケー、調整終わり、3匹は切った、よしよしよし、あとは潜って、たここに船、船船船船に来い。うわ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 、1匹入った、オッケー、1匹入った、入った、こーい、
見て、ガンスさんびっくりするくらいスムーズでしょ。なんだって何回も失敗してるからね、こっから先で。入ったんじゃない？はい、入った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 。オッケーオッケーオッケー。はいよ、足場作ってよ。サンキューサンキュー。よし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 。はい、サンキュー、はい、サンキュー。はい、サンキュー。しまった。緊急事態発生。2匹入ると動かせない。3日目失敗。失敗。本当だ。よいしょ。まあね、これはどうにかなりそうですよ。扉閉めてもらっていいですか、一回。いいですか、閉めちゃって。閉めてください。はい。センキュー。はい、センキュー。よし、完璧、完璧、完璧。開けてもらっていいですか。あ、間違えた。これだ。船をもう一層作って。はい、センキュー。くそ、こんだけ完璧にやっていろいろ穴があるんだな。2匹乗ったら操作できないとか、あれ最も早く考えるべきだったな。確かに。もうちょいボート取って。うわ、こっちから、こっち来い。あ、すげえ、それ、そこにボート。このまんま俺がボート行く。なあ、落とされた。くっそ、うまくいかねなんで赤髪ミンクラフトはこうなんだ。ナイスソーラ。もうこれでいいだ。下手しちゃってるじゃん。俺、ファントムと閉じ込められてるんですけど。パーセンさんが死んじゃう。死んじゃうよ。ファンセンサーが死んじゃうよ。びっくりした、あんなにファントム間近で見るなんて初めてだわ。面白い。いたいたいた。はい、乗った。オッケーオッケー。よし、乗った。よし、もうすごいすごい。なんか引きずったみたいになってる。乗った乗った。よいしょ、閉めてくれ。これどうやって閉めた？ヨピーさんどうやって閉めた？これはね、レッドストーン工場通るんですよ。あ、そういうことか。すげえ原始的な方法だった。よいしょ。あ、トントさん、あのファントムは切らないでね。ごめん、緊急事態のためぶっ壊して電話する。緊急事態すぎ。緊急事態なんで。まさに今ね、ファントムを3匹同時に貫通して貫くっていう実績を狙っております。そんな実績があるの？乗ってないけど隠し実績なんだそう。へへ、そのためにもファントムをこの船に乗せようっていう、みんなで隠そう。乗りくない？すごいね。よいしょ、なあ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よい。みんないかも。はい、広げないかんじゃない。入った？入ってないよね。引っかかってる。こうやってやって、ああ、こうやってやって、こうやってやって、詰めていくわ。で、こうやってやって、こうやって、で、こうやってする。完璧。さすが。締めてくれ。テトリス。テトリスか。テトリスかもしれない。オッケー？オッケー、締めた。よし。したら俺、こっから、もう出ちゃう、これで。よしよしして。ほい、ほい、もうぶっ壊すわ、もうこれ。よし。よし。あー、3匹入った。やっと3匹入った。つらかった。そう、マジでいろんな失敗したの。最初この状態まで持ってったんだけど、うん、この状態で撃つと一番最初のだけ矢が当たって、他の2匹はね、船が壊れるだけでダメージ入んなかったの。へえ。だからこの状態で入って船を中で壊そうってしたの、次は、うん、で船を壊そうとした時にもう空と飛ばれちゃったから、今度このドームを囲ったの、今度。で、今からまた船壊すとか。そう、今から船壊すのも、それも失敗済みだから考えたのさ。ちょっとこっち来なさい、あんたら。本当にここに。ここに来なさいよ、ここに。ここ見て、ちゃんと鉄柵になって下にパンチが通るようになってるわけさ。すごいよ、温度差今。温度差すごいぞ。温度差すごいよ、今。マジ？温度差めっちゃすごいよ。こんなに楽しそうなの、俺だけ。温度差がすごかった今、これ後から来た組との。楽しい。これ TikTok に上げれるんやない？TikTok 戦法で。じゃあこれ壊しますよ、下から船。はーい。はーい。えい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 。おい、完璧。オッケー。これか。大丈夫大丈夫。これが戦闘さ、一番前下。あと2匹。2匹目の。ここかな。ここか。あ、待ってる。オッケー。出たー。よし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 。ここまで完璧。ほんとだ。2人か3人との温度差がすごい。一応もう失敗したくないから、ソーラさんごめんね。保険かけるわ。はい。ソーラさんごと。ソーラさんごとだね。これはじゃあソーラさん中に入んなさいよ。ソーラさんごとだわ、これは。本当です、これは。
保険を覚えた。なんとか一列にした。ピストンで押す。ピストンで押すのは下手したらあの圧迫のダメージが入っちゃうかもしれない。クモの巣なんてどうですか？あ、クモの巣いいね。動き止めん。あ、でも矢貫通する？え、しないのかな。やってみる。外で打ってみたらいい。うん、外で一回実験するのはあり。うん、打つよー。いいよ。あ、よ。うわ。貫通した。した。したね。これがクモの巣がいいじゃない。したね。うん、貫通した。だってこうじゃね？これでほら下から置けてね。あ、置けてる置けてる。置けてる。こっちの列こうかな。いいよ。すごい。いいよ。あ、でもなんか挟まっとるよ。一番前。こう？オッケー。どう？あ、いいんじゃない？あとは。動き遅くなったね、明らかに。遅くはなってますね。よし、まっすぐになったんじゃない？なったー。はい、お願いします。うまくいっ、燃えてー、燃えてたー、燃えてたー、倒した。それは一石二鳥が来とるよ。一石二鳥だったー。あー、一体残っちゃったんだ。最後のがなんない。こんな大掛かりなシステム作っても達成できない。相当難しいやん、3体は。むずい。もうやり遂げたいね、もう。いや、やります。他のことやった方がいいかな。トモさん、何？一石三鳥なんて実績ないです。ないんかい。あれ、やっぱガセだった、あれ。俺、いくら調べてみたんですよ、今日。30分ぐらい。そうなんだ。うん、ごめんなさい、ないっす。おーい、騙されたなんかガセっぽいなと思ったけど。ガセないっすね。いやー、やられたー。ちょっとね、ここまでやったらもう言いづらいわ。遅くないむしろ言ってるの。まあでもこれであのエイム力ない人でも一石二鳥ができる。一石二鳥は楽だね、これ。うん、めちゃめちゃすごい楽システムだよ、クミさん。すみません、残り30分になってしまいましたが、貴重な撮影時間。1時間半もこれに使ってガセだったって。はよ言わんと、ちょっと。いやいや、言えねえよ、あんなに楽しそうに作ってるのに。言えねえよ、俺は。俺、何のために俺ら1時間半かけてたの。まあ、一石二鳥はね、ソーラさんがクリアできたからね。出た、出て、もうさ、無理だったらもう、言おうかなと思ってたけど。やられた、やられた。楽しかったからいいや。